ブヤノバツ、あるいはブヤノツは、セルビア、プチニア軍の町、及び、それを中心とした基礎自治体であり、セルビア南部のプレシェーボ渓谷に位置している。2002年の国勢調査によると、ブヤノバツ自治体の人口は43,302人であった。ブヤノバツ自治体は461平方キロメートルの地域と、59の集落がある。 セルビア人が絶対多数を占める集落は、バラリエバツ、ボグダノバツ、ボジニエバツ、ボロバツ、ブラトセルツェ、ブルニャレ、ブシトラニエ、ボガンツェ、グラマダ、ドニエノボセロ、ヤストレバツ、ジョルジェバツ、ジュベバツ、ジュジェリツァ、ヤブラニツァ、ヤストレバツ、カラドニク、クレニケ、クリノバツ、コシャルノ、クルシェビツァ、クシテツツァ、レボソイエ、ロパルディンツェ、ルカルツェ、リランツェ、 プレティナ、ラコバツ、ルスツェ、スベタペトカ、セブラト、セアツェ、スパンチェバツ、スルプスカクチャ、ストラーツ、トレヤクである。アルバニア人が絶対多数を占めるのは、ビリアチャ、ブレズニツァ、ベリーキトルノバツ、ブルバン、ゴルニエノボセロ、ドブロシン、ザルビンツェ、コンチュリ、レトビツァ、ルチャネ、マリトルノバツ、ムホバツ、ネゴバツ、ネサルツェ、プリボブツェ、ラブノブチェ、 サモリツァ、スハルノ、トゥリヤ、ウゾボ、チャルである。セルビア人が比較多数となっている、今虫地域はブヤノバツである。アルバニア人が比較多数となっている、今虫地域はオスラレである。2002年の国勢調査では、ブヤノバツの町の人口は以下の通りであった。1999年から2001年にかけて、コスボ解放軍に類似した。 アルバニア人のゲリラ組織であるプレシェボ・メドベジャ・ブヤノバツ、解放軍がブヤノバツ、プレシェボ及びメドベジャの各自治体で活動し、プレシェボ警告危機と呼ばれた。この間に双方に死傷者が出ていたが、1999年のコソボ紛争や2001年のマケドニア紛争とは異なり国際社会から大きな関心を集めることはなかった。2001年にユーゴスラビアを及び、 セルビアの治安当局によって反乱が鎮圧されてからは地域は平静を保っている。2009年、ブヤノバツのアルバニア語の中等学校を復興するためにセルビア政府が61、500万ディナールを拠出することが決まった。ブヤノバツにはサッカークラブのビースケブヤノバツがある。リレハンメル、ノルウェー。ありがとうございます。